皆さんこんにちは、ウェルネス2GO のアリサです。今日はアナウンスメントがあります。ついにウェルネス 2GO 30 days モーニングヨガチャレンジ、30日間朝ヨガチャレンジを行います。ステイホームのおかげでヨガが習慣になってすごく体調がいいですとか、家族でヨガをやるのが習慣になりましたなんていう声をいただいていて、本当にヨガの輪が広がっているのが嬉しいです。そして YouTube や Instagram の朝ヨガにはですね、たくさんの方からご参加いただいていて本当にありがとうございます。ヨガは私にとって頭で考えている日常からちょっと距離を置いて体で感じる時間。今世界中がどんどん変化していって新しいこととかもどんどん入ってくると思うんですけれども、そんな時だからこそ頭で考えるだけではなくて、ちょっとそこから距離を置いて体で感じる時間、そして自分自身と再コネクトしていく時間というのはとっても大切になってくると思っています。そしてヨガは生まれてから今までの経験や環境からの思い込みだったり信じていることだったりを少しずつ剥がして、本来の私たちの自分に戻っていく、そんな過程でもあると言われています。この30日間朝ヨガチャレンジをグロース、成長と名付けました。私が個人的にも、そしてウェルネス語を通しても大切にしている言葉の一つに成長、グロースという言葉があります。ヨガや瞑想、ブログ、ウェルネスティップスなんかを通して一人一人が少しだけ成長していく、そんな場所になったらいいなといつも思っているのですが、このチャレンジを通して心、体、そしてマインドが少しでも1ミリでもそれぞれのペースで成長していけたらいいななんて思っています。そしてもう一つウェルネス語が大切にしていることに、コミュニティ、インクルージョンという言葉があります。インクルージョンというのは一体性という意味、住んでいる場所も違うし環境も違う、仕事も違うし性別も年齢も違う、もうみんな一人一人違うんですけれども、そんな一人一人が集まって同じこの30日間チャレンジをする、ヨガをする、そんなことを感じれるチャレンジになったらいいなと思っています。この30日間朝ヨガチャレンジは 100% 無料です。初心者さんから経験者さんまで誰もが楽しんでいただけるヨガレッスンです。モーニングヨガチャレンジと名付けていますが、朝じゃなくて1日のうち自分の時間が取れるときにいつやっていただいても大丈夫です。始まる時間は日本時間の10月1日、毎朝6時、これも日本時間ですにですね、この場所 YouTube に動画をアップします。期限もありませんのでいつでも見ていただけます。土曜日曜はですね、朝ヨガライブ配信をしていますので、土曜日曜はですね、ぜひそちらにご参加ください。チャレンジに参加する人はですね、ぜひ詳細のリンクをクリックしてサインアップしてください。毎朝私からのラブレターが皆さんのメールボックスに届きます。でもメールいらない、自分で一人でやっていくっていう人、もちろんそういう人もいると思います。そしてそれは大丈夫です。もう YouTube にただ来て、このウェルネスヨガのチャンネルに来てヨガをやってください。10月1日までにサインアップして、そしてチャレンジに参加してくださった方にはですね、プレゼント企画も考えています。30日間そんな長いのできるかなと思った人、大丈夫です。ヨガは人と比べるものではありません。あなただけのプラクティスです。30日間のチャレンジというよりも30日間の旅、ジャーニーと考えてみてください。時にはすごく体が疲れていてヨガをやるなんていうね、気持ちにならない時もあります。でもそういう時にマットを引いて10分仰向けになっている、私の声をバックグラウンドにして仰向けになっている、それだけで十分にヨガのプラクティスです。とにかく自分に優しく、そして自分に正直に、そして時には自分にコミットしてやり遂げるっていうのも、どちらもセルフラブです。このモーニングヨガチャレンジ、ぜひ世界中のたくさんの人とやりたいなと思いますので、お友達ご家族がいたらですね、ぜひこの動画、そして下のリンクをですねシェアしてあげてください。そしてもしソーシャルメディアやられている方、インスタグラムやツイッター、ハッシュタグ
使っているのが心地いい人は、使いたい人はですね、ハッシュタグ WTG30 ヨガ、ハッシュタグ WTG30 ヨガとですね、ハッシュタグしてプラクティスをぜひシェアしてください。私も見るのすごい、私はインスタグラム、ツイッターをやっていますので、見るのとっても楽しみにしていますし、世界中のね、いろんな人がいろんな場所でヨガやるのをね、見てモチベーションも高くなっていくと思います。そしてまだウェルネス2号チャンネル登録されてない方はですね、ぜひぜひチャンネル登録してください。チャンネル登録の横のベルマークを押して、お知らせ機能をオンにすると、私がアップした動画のお知らせが届きますので、見逃さずにしっかりとヨガができます。ということで、10月1日とっても楽しみにしています。ぜひおデブと私にジョインしてください。バイバイ。